船迫投手です。今日は2つの三振を奪いましたが、振り返っていかがですか？そうですね、2つの三振を奪った後に最後バッターです。フォアボール出してしまったっていうのがちょっとそこは唯一悔いが残るところかなと思ってます。前回の登板では三振取ったものの、その組み立ての部分に課題に口にされてましたが、今日はどうでしたか？そうですね、2個三振取ったその2個とも、組み立て的には悪くないなと思ってます。ストレート、スライダーともに相手バッターが全く合ってないような様子でしたけども、手応えとしてはどうですか？手応えはありますね。どんなところが今日は良かったなと。そうですね、スライダーが自分の中でちょっと微調整をして、そのちょっと遅いスライダーだったり速いスライダーだったりっていうのをうまく、それをタイミングをずらしてバッターを空振りを誘いました。今回のキャンプ最後の実戦でしたけども、ルーキーで迎えたこのキャンプ、一軍でずっと完走して、どうですか？そうですね、まずはやっぱりその、明日もありますけど、完走することができたっていうのはまず第一良かったかなと思います。これから実戦が続く中で、開幕一軍に向けてアピールが続く中ですけども、どういう意識で今後臨んでいきますか？開幕一軍を目指す中で、まずは怪我なくそのシーズンに入っていきたいなと思ってます。